はい、沖縄ネットです。お久しぶりです。はい、動画撮る暇が全然なくてね、まあ、今回ちょっと、まあ、沖縄の何を、ね、言おうかな、毎回迷ってるんですけどね。やっぱ旅行とか来た時に失敗したくないじゃないですか。沖縄旅行ってそんななんか簡単に行けないというか、まあ、結構大イベントだと思うんですね。僕が沖縄旅行行ってた時はもうとにかく一回一回が大イベントで、もう失敗したくないというか無駄にしたくないと思っていろいろ準備してた思い出があるので、ね、今回はちょっとその、まあ、沖縄旅行で失敗しないためのなんか有益なことをお伝えできればなと思って、何しようかなと思ったんですけど、やっぱね、海ですよね。沖縄といえば海なので、海の選び方というか、沖縄旅行来てここの海だったらもう間違いないみたいな海をちょっとお伝えしたくて、で今回3つビーチをお話しするんですけれども、条件というか、まあ、これがこれこの条件で炙り出したビーチっていうのがあって、3つというか、あ、何個かあって、まず1個、あの今回ご紹介するビーチは全て環境がいいビーチ。環境がいいという定義は、トイレ、シャワー、駐車場、この3つが完備されているビーチを今回ちょっとお話しようと思います。割とね、あの空港とか、那覇とか、まあ、その辺りから近いところでお話ししていこうかなと思います。一つ目なんですけれど もうサクッといっちゃいます。糸満市はビビビーチというビーチですね。一回動画にしたことあるんですけど、非常に、綺麗なビーチです。こんな感じです。はい、まあ、今画像出てると思うんですけど、まあ、非常に綺麗ですね。まあ、こういった感じのビーチいっぱいあるんですけれども、ビビビーチは、駐車場、あとシャワー、トイレもちろん、完備されてます。で、あと浮き輪もね、確か貸し出してくれたと思います。で、僕の多分この前の動画で、まあ、ブログ的な動画が上がってると思うんですよ。ちょっとあの晴れてたので海に行ってちょっと動画を軽く回してきた動画があるんですけど、それがいわゆるビビビーチです。なのでちょっとビビビーチあれいいんじゃねって思う方はそちらちょっと見てください。概要欄に貼っておきますので。2つ目が、宜野湾市はトロピカルビーチですね。トロピカルビーチを知ってる人多いんじゃないですかね。だいぶ有名なビーチで、あのバーベキューがもうできたり、あのいろいろ用意されてて、あのもう手ぶらで行ってバーベキューができたりするような本当に高環境なビーチでしてね、トイレもありますし、シャワーももちろん、あります。コインロッカーもあったんじゃないかな。で、駐車場ももちろん、あります。ですので本当手ぶらで行って楽しめる、あのパーラー、そのいわゆる食べ物食べたりとかかき氷食べたりとかもあのできるので、本当に手ぶらで行って、あのお金持って持っていけば楽しめる、そういったビーチがトロピカルビーチになってますね。で、画像はこちらです。まあ、ビビービーチに比べるとちょっとやっぱ人多いので濁っちゃったりするんですよね、海がね。綺麗さは若干劣るかもしれないですけど、まあでも全然綺麗綺麗っていう感じですかね。最後ですね、最後が北谷町にあるアラハビーチというビーチです。もうこれ僕が個人的にすごい好きな、ビーチなんですけど、めっちゃ綺麗なんですよ。写真こちらです。どうですか、これ綺麗でしょうね。そうで、人も結構いるんですけど、その割に結構綺麗で、で、もちろんご飯食べるとこも飲み物買うところもあって、あと、もちろん駐車場、シャワー、こういうトイレ全部完備されてます。はい、ここもすっごいいい環境のビーチなんでね、旅行で来るっていうと結構ね、移動時間もったいなかったり荷物多かったりするじゃないですか。でか、だからちょっと少しでも環境のいいビーチに行きたいっていう方多いと思うので、この3つのビーチは結構外せないというか、まあお子さんとか連れてても結構トイレちょっと行きたいって急にね言ったり、飲み物飲みたいって言い出しても全然それのリクエストに応えれるビーチだと思ってます。ただね、懸念点があるとしたら3つ共通なのが、やっぱり人が結構います。で、人がいない分穴場に行きたいって方はあんまり向かないかなとは思います。穴場とか別によくて、その沖縄の海はどこも綺麗だから、もう近くで環境がいいところに行きたいみたいな人はこの3つのビーチは、外さない、もう失敗することはないと思います。そんなこんなでね、ペラペラと喋ってましたけどね、沖縄で高環境のビーチお探しの方はこの3つのビーチ、ぜひ行ってみてください。移住して、まあ、結構いろんなビーチ行ったんですけど、この3つのビーチが割と比較的に環境が良くて綺麗なビーチだと思います。といった、まあ、旅行や移住に関する質問などなど、ございましたらですね、 DM、コメント、問い合わせ先へのメール、まあ、何でもいいのでメッセージいただければ答えたり調べたりいろいろしてきますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ次の動画でお会いしましょう。